友人松陰の福岡です。ですね、今日でもう3日連続でなんか動画を上げちゃってるんですけれども、まあね、今日ね、ちょっと長野の松本は雨でしてですね、あまりちょっと出歩きもしないので、まあこうやって暇して、動画でもちょっと撮ろうかなと思っておるんですが、おかげさまでですね、一昨日と昨日と続けてですね、うちで出す、今度ね、9月か10月くらいに出したいなと思って、今鋭意作業を進めております、宇賀谷博道さんの、長編力作、福島第一原発メルトダウンまでの50年、こちらの方をですね、ちょっと宣伝させていただくという意味で撮らせていただきたいんですけども、ですね、ちょっと気づいたんですが、やっぱね、僕 YouTuber になる気はないし、そんな実力もないし魅力もないと思うんですけれども、なんかおかげさまでね、結構登録者が増えたり、あと再生回数もそこそこいっておりますので、ちょっとね、宣伝がてらね、ちょっと思ってることをつぶやくような、ちょっとそういう気軽な動画をちょっと配信していきたいなというふうにちょっと思いましてですね、まあ1日ワンテーマみたいなんでつぶやいていこうかなと思っております。でですね、ちょっと今日取り上げたいのは、まあ今やってるオリンピックなんですけどね、ちなみに私、今回のオリンピック、実はね、1秒も見てません。一つにはね、今僕、ちょっと今日、すごい忙しいんで、事務所に寝泊まりしてるんですよ。で、うちの事務所にはテレビがなくてですね、もちろん YouTube でね、多分動画上がってるんでしょうけど、なんかあんまり今、一見る気にならへんなというふうな感じがありましてですね、まあ、なぜかというと、僕ね、僕は実は東京オリンピックのね、前回の、1964年に生まれなんですよ。でですね、まあ、それもありましたし、あと、その1964年の東京オリンピックの記録映画がね、結構大好きだったんですよね。で、それで、その記録映画を撮られた石川崑さんと、あと、民族の祭典ね、ナチスドイツのベルリンオリンピックの記録映画を撮ったレニー・リーフェンシュタールさんの対談をね、昔、中央公論という雑誌でやったことがあるんですけど、ぐらい、まあ、オリンピックそのものにはですね、すごい興味はあるんですけれども、最近のオリンピックはなんかあんまりちょっと見る気しないなと思っておりまして、というのはですね、やっぱオリンピックの魅力って、なんていうのかな、普段見られない珍しいスポーツを、普段ね、あんまり馴染みのない国の人たちがやってる姿を見るというのが醍醐味だと僕思ってるんですよね。子供の時やっぱそうなんですよ。で、僕は子供の時に見たオリンピックで一番覚えてるのは、札幌の時の葛西以下、金銀銅のメダルをね、日本選手が独占したとか、ましてや東洋の魔女とかではなくてですね、いつ見たの大会か忘れましたけども、乗馬のですね、大障害というのをやったんですよね。いわゆる乗馬の中でもですね、まあ、スピード競うんじゃなくて、すごい狭いところにですね、まあ、柵が置いてあったり、穴が掘られていたりですね、それをね、とっこ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 器用にですね、かわしていくっていうのをですね、競う競技なんですけど、これがむちゃくちゃ面白くてですね、で僕、それはね、この時夢中になって見たんですよ。じーっと見たんですよね。こんなスポーツあるんだっていうね。だから今でもですね、それがどの大会だったとか、誰が優勝したとか、まあ、一切覚えてないんですけども、なんとなくイメージに残ってるんですよね。あともう一つね、すごく記憶に残ってるのは、これね、オリンピックじゃなくて、東京陸上。30年ぐらい前にやった東京陸上なんですけども、競歩なんですよね。その時は、競歩の50キロというのを初めて僕見たんですけれども、でも競歩っていうのは要するに足がどっちか地面についていなきゃいけないということで、走れないわけですよ。走れないまんま、50キロ、60キロだったかな、ちょっと距離忘れましたが、まあ、マラソンぐらいの距離をですね、まあ、歩くんですよね。で、最後にですね、その時はですね、1位と2位が、確か1位の選手が、当時ソ連だったかな、まだ、もうロシアだったかちょっと忘れましたけど、の選手で、もう1人が西側の選手ですよ、アメリカがイギリスだったと思うんですが、この2人がのデッドヒートなんですけどね、これがおかしいんですよ。ね、どんどん、まあね、順位で、がついていって、最後2人でですね、10キロぐらい一緒にトコトコ歩いてるんですよね。で、またね、雨が降ってたような気がしますね。で、トコトコ2人で歩いてて、ラストスパートだって走れませんから、歩くしかないんですよ。で、最後に、まあ、スタジアムに入って、一周して、トラックをね。で、最後に、1メートルは距離が入って、まあ、金と銀が決まったんですけども、金の選手がね、ゴールした瞬間にパッと振り向いて、後ろの選手とハイタッチしたんですよ。これが僕、すごい感動的で、というのはですね、十何キロこの2人は一緒に歩いたわけですよ、競争しながら。
走っちゃいけないというルールの中でね、十何キロ多分無言で歩いた。その間多分駆け引きとかあったと思うんですよね、僕らに分かんないだけで。マラソンでもあるじゃないですか、ここでスパートかけようとか、歩いてるからスパートが見えないだけで、何かしらね、駆け引きがあったと思うんですよ。で、そうやって駆け引きしながら、お互いの、ね、出方を見ながら、十何キロくっついて歩いてったっていうのはですね、まあ、この人たちにとってはすごい経験だなと思いました。で、まあ他にもですね、ちょっとカーリング合宿みたいなのはね、どの大会だか忘れたんですけども、これはね、決勝戦で、カナダとデンマークだったかな、まあ、北米かヨーロッパ対ヨーロッパみたいな女性の戦いだったんですけど、これも僕ね、カーリングっていうのはそれまで全く知らなくて、初めて見たんですが、なんかね、体型的に、まあ、これちょっとなんですけども、例えば僕らがね、勤めていたビルなんかで、よくお掃除してる、ね、女の人いるじゃないですか。まあ、そういう人たちであってもおかしくないなみたいな、いわゆるアスリートじゃない普通の体型の人たちがブラシをゴシ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 やりながらすごい真剣勝負やってるんですよ。僕いまだにね、カーリングルールっていうのね、実はよく分かってないんですけども、でもいまだにやっぱカーリングって見るのはその時の将棋ですよね。いわゆるもう商業主義だとか、アスリートの肉体もね、ドーピングなんかで改造したりとか、すごくです、なんていうのかな、非人間的な、なんかそういうものになっていく中で、おいちゃなんですけども、要するに多分ね、昔氷が張った池でブラシでこうやってこすりながら 家にあるブラシを持ち上げて子供がね、遊んだような、そのまんまをですね、やってるというのがすごく楽しかったんですよね。あとね、何年か前にモンゴルで見た、これは女子のね、ハンドボールのロシア対、ブラジルなんですよ。これがね、また面白かったのは、ブラジルってほら、サッカーのブラジル代表ってセレソンといって、カナリアのユニフォームを着るんですけれども、そのカナリア、同じようなユニフォームを着てるわけですよ、ブラジル代表は。ロシアの、ね、チームはね、ロシアのユニフォーム、チームから僕はよくわからないんですけども、プレースタイルもね、なんとなくね、ブラジルはちょっとブラジルでね、ちょっとサンバのリズムが聞こえてきそうだし、ロシアの方はやっぱりね、ヨーロッパのチームらしくですね、内部と組織だったような、ガチッとしたプレーをする。この見比べがすごい面白かったんですよね。まあ、そこにはですね、まあ、ちょっとね、あえてあげると、トリノの時の荒川静香さんのフィギュアかな、どちらかというとそれまでは、特に日本では伊藤みどりさんの影響もあって、空中で何回転ジャンプしたかっていうことだけがですね、話題になっていてたんですけれども、その時の荒川静香さんは腕の使い方ですよね。まあ、あの人ね、背がすらって高くて、まあ、両腕が長くて、でその手の動かし方がものすごく美しくて、初めて僕のフィギュアっていうのが技を競うもんじゃなくてドラマを作るもんだということね、トゥーランドっていうのを、誰もねとはならんですが、あれに合わせて、しかも荒川さんがね、ほとんど笑わずに、まあ、氷のような冷たいお姫様のあれですよね、オペラ自体が、東洋の氷のようなお姫様を心をどうやって溶かすかというような主題にちょうどマッチしていて、ああ、フィギュアスケートってのはこうやって全身でね、技術を競うという以上にドラマを作れるものなんだなということを初めてね、荒川さんの演技で教えてもらったんですよね。で、その後僕ちょっと、だからね、その後にフィギュアといえば、キム・ヨナ選手とね、浅田真央選手の2人ライバルと言われてて、日本でも圧倒的に浅田真央さんの方ね、応援したんですけども、僕はどちらかというと、荒川静香さんが新しく開発したフィギュアスケートを、正当な継承者はキム・ヨナさんだなと思ったんで、まあ、どちらかというとキム・ヨナを応援じゃないですね、応援じゃないんですよ、応援じゃなくて見たかったんですよ。僕はオリンピックであんまり応援したっていう経験がなくて、どちらかというとオリンピックはね、そういう目指すものに見るものだというものがあったんですから、まあ、そういう形で、まあ、新しい、ね、何かを発見してくれる、自分の中に持っている世界を広げてくれるのがオリンピックだというのがあったんですが、ある時期からね、僕オリンピックがあまり見なくなったのは、なんていうのかな、日本のね、それなりにレベルが上がって、まあ、メダルが取れるようになってからなんでしょうけど、なんとなく応援を強制されてるって感じがあるんですよね。それね、分かんなくないんですよ。ってのは、僕ね、ちょっと出版社で編集やって、長年やっていて、編集だったらね、割と一匹狼的な人が多いんで、食事なんかもバラバラだったりするわけですよ。ところがちょうどね、ラグビーのワールドカップを日本でやってた頃に、ちょっと営業の方に行ってて、やっぱ営業っていうのはやっぱり普通のサラリーマンですから、お昼とかみんな一緒に食べるんですよね。僕、それが嫌で、お昼にはね、その前にあえて出かけたりしたんですけども、とにかく朝着くと、ワールドカップの話題とか、公式訓練の高校野球の話題を、必ずその営業で一番偉い人が口火を切るわけですよ。それで周りはみんな、あ、そうですね、よかったですよね、
なんでね、あ、日本勝ってよかったですね、みたいなね、あの時惜しかったね、みたいな、そうですね、っていう話をするんですよ。あ、そうか、ワールドカップとかオリンピックとかをみんな見てるのは、こうやって、会社員の人たちが出社した後に、共通の話題というのを知ってなきゃいけないということでみんな見てるんだなというふうになんとなく思ったんですよね。で、僕はね、見てて、やっぱ日本の絡む試合っていうのは、どうせ日本の応援になるじゃないですか。冷静に見てられないんですよね。で、僕はだからこの間来たワールドカップの中で唯一見たのは、たまたまチャンネルつけてやったんですけど、サモア対アイルランド。サモアじゃなくてトンガだったかもしれない。要するに南の太平洋の島の代表チームとアイルランドのチームですよね。で、見るからにですね、もうなんかね、例えば、昔よく言ったハワイ勢のね、ハワイ勢から来た出身の力士たちみたいなトンガの人たちと、まあ、いかにもね、ヨーロッパのね、まあ、アイルランドっていうのは、イギリスの中でも、要するに4カ国対抗のね、アイルランド、イングランド、北アイルランド、ウェールズだったっけ、スコットランドかな、まあ、ちょっと分かせましたけど、イギリスの中だけでそういう対抗戦があるぐらいに、まあ、伝統的なチームなんですよね。その2つがぶつかり合ってるというのがすごく面白いし、あと中継もね、解説の人もすごい冷静なんで、教えてくれるわけですよ。こういう時にはこう、なぜこのプレーをしたのかとかですね、こういう時にはこういうふうなにプレーをしたのはこういう理由があるからだということをやるんですごく勉強になるんですよね。だから、そういう意味ではすごく楽しかったし、だからその意味でね、オリンピックもやっぱり同じように、どちらかというと知らないものを見て楽しみたいという気持ちが強いんですよね。で、応援したいのは、なんかね、日本人だから日本を応援して当たり前だろって言われるのが嫌で、で、僕の唯一ね、応援してるスポーツチームが鹿島アントラーズなんですけども、これはね、ちょっと仕事の関係で、J リーグができた頃に川口チェアマンにインタビューしたり、あとジーコの通訳をやってた鈴木さんっていう人がいたんですけど、その人にインタビューして記事を書いたりしたご縁があった縁で、まあ、鹿島アントラーズのね、ファンになって、ああいう鹿島みたいな、まあ、何もないと言ったら失礼ですけど、何もないところに絶対ダメだと言われた J リーグのチームがね、川口長女の川口セバから99.99%入れないよって言われた弱小チームが、ああいうね、今日本代表する強豪チーム育ったという過程がすごく面白くて、で、そこだけはね、いまだに応援してるんですけど、それはね、要するに自分の属性からこのチームを応援しろって強制されたわけじゃなくて、自分で選んで応援してるわけですよ。だけど、自分いくら僕は日本人だからといって日本を応援するのは当然だっていうのはちょっと嫌なんですよね。だから、浅田真央さんと君の名さんをね、どっちが作ったスケーターかというのはですね、まあ、客観評価で言えば、君の名さんっていまだにね、今のフィギュアスケートのね、お手本だと言われるぐらい、技術的にも表現力的にも抜き出た存在が実はあったんですが、日本人なら真央ちゃんを応援して当たり前だろみたいなのが嫌なんですよね。自分で選びたいんですよ。で、今回のね、東京オリンピックがどういう中継してるのか僕は全然見たら知らないんだけども、日本人なら応援しろよと、日本人なら見ろよって言われるのがやっぱ嫌で、それこそね、今日本が抱えてる問題ですよね。要するに、ほら、福島がアンダーコントロールだとか、あと復興五輪とか、振ってたのがどこに行ったねんとかね、そういう問題を全然、解決してないじゃないですか。あとなんか開会式に杉山浩一さんの作ったドラクエの曲が流れたんでしょ？杉山浩一さんってすごい極右ですよ。いいんですかね？ホロコーストはね、揶揄した漫才を何十年も前にやった人がクビになって、今、いまだに現役で、LGBT 差別とか、中国韓国の悪口を言いまくってる杉山さんの許可 OK ってのはどういう基準なんだろうなとかね。あと、僕、開会式見てないから、側聞なんですけど、ドローンを飛ばしたのよかったねって言ってる人が多くて、それは僕もちょっと嫌でね。ってのは、僕、ピョンチャンオリンピックの開会式は、最近の開会式って、入場行進がやったら長いんで、参加選手とか国が増えちゃったんでね、見ないんだけど、ピョンチャンの時だけはね、開会式見たんですよ。まあ、なぜかというと、キム・ジョンウンの、妹さんの、キム・ヨジョンさんという方がですね、来られて、開会式の貴賓席に、キム・ヨジョンさんとムン・ジェイン大統領と、我らが安倍晋三 それに、アメリカのペンス国務長官が並ぶというですね、国際政治のある意味極東の縮図みたいなのがあったんで、これは見逃すわけにいかないなというのがあったんですよね。で、それで、そのピョンチャンの開会式自体がどうだとこうっていうのは、僕はあんまりそんな評価することなんとかじゃないんですけども、ただね、今回の東京の開会式でドローンを飛ばしたっていうのがすごかったって聞いて、いや、それピョンチャンでも飛ばしたけどなと思ってね、ちょっと見てみたら、
ピョンチャンの時も、今回の東京の開会式のドローンも、同じインテルのチームがやったんですよ。ただね、ピョンチャンは1200台だったのが、1800台に広がしたのかな。要するに1200台を1800台にしただけじゃないかっていうね、増やしただけじゃないかということで、なんでこれ誰もパクリだって言わないんだろうなとか、韓国の方はね、すでにそういうメディアが言ってるらしいですけどね。あと、イマジンの曲が流れたの嫌だったっていう、ね、ネットの書きを見たんですけど、イマジンってピョンチャンでもやってるんですよ。パクリじゃん。誰でそれ誰も騒がないんだろうなと思ったんですよね。あとついでに言いますと、開会宣言をね、天皇陛下がなさった時に、菅首相以下が、天皇陛下が宣言を始めてから慌てて立ち上がったっていうのがね、不敬じゃないかっていうような話があるんですけど、これも本当にそうなのかなと思って調べてみたら、ちょっと見てみたら、1964年のね、東京オリンピックの開会宣言は、天皇陛下だけが立って、他の人は座ってるんですよ。で、じゃあ最近はどうなんだろうと思って見てみたら、リオのオリンピックの時には大統領代行の人だったんですけど、この時は大統領代行以外の人は誰も立ってませんでした。で、その前がロンドンかな。で、ロンドンでやった時にはこれおかしかったんですけど、今回と同じだったんですよ。当時のね、ジャック・ルゲどっちかかな、IOC の委員長が、エリザベス女王に開会宣言お願いしますと言ってたら、エリザベス女王が立ち上がって、開会宣言をしゃべり出したら、その後ろの人たちが、キョロキョロキョロしながら、なんか、わーっと立ち上がったんですよね。菅さんと一緒じゃんって。これを総合するに、オリンピックの開会宣言するときに、他の人がね、立つべきか座るべきかっていうのは、あんまり決まってないのかなとかね、これね、全部の見比べてみないとわからないんですけど、ただそこまで僕は暇じゃないんで、見比べてないんですけども、いずれにしてもね、その時のね、だけの印象であんまり語っちゃいけないし、こういうものは、語るんであれば、やっぱり過去のオリンピックはどうだったんだろうというね、他の大会はどうだったんだろうとか、そういうことをやっぱちゃんと調べた方がいいと思います。前の、動画で、宇賀谷さん、博道さんの、福島第一原発メルトダウンまでの50年というものが、いかに今ね、成立しがたい、まっとうなジャーナリズム、要するに現地への取材や当事者への取材、さらに多くの資料を読み込むというですね、まっとうなジャーナリズムというものが難しくなっている時代ではあるんですけども、ただ逆に言うとね、昔に比べたら、例えば天皇陛下が開会宣言している間に、菅さんたちが慌てて立ち上がったというのは、じゃあ他の大会どうだったんだろうっていうのは、YouTube 見りゃあっという間に見つかるじゃないですか。そのぐらいのことは僕調べてもいいかなと思うんですよね。やっぱね、最後ちょっと宣伝っぽくなりますけれども、きちんとした検証、きちんとした調査に基づいて、その時の一瞬の印象で感情的にしゃべるんじゃなくて、きちんとした検証に基づく、発言というものは、これはやっぱりちょっと必要なんじゃないかなとちょっと思います。まあ、その意味でね 福島第一原発メルトダウンまで50年、よろしくお願いします。